ボニー・ジェームスはアメリカのサクソフォン奏者、ソングライター、音楽プロデューサー。彼の妻は女優でドラマ ER 緊急救命室で看護師役をしているディリー・マラエ。なお、作曲者としては本名で出しているマサチューセッツ州ローウエル出身。小学校の頃よりクラリネットを学ぶがやがてサックスへ転校、ピアノも習うようになる。 高校時代にバンドを組み、サックスを演奏。音楽活動を続けるが、従事しようとは思わなく、カリフォルニア大学バークレー校に行き、歴史を専攻。在学中に、親がロサンゼルスに移ったことで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に転校。卒業後は就職せずに、宅配ピザのバイトの傍ら、音楽活動を続ける。アイヤアーと、 モレーラやイエロージャケッツ等の前座を務め知名度を上げていく。1985年にモーリスデイのキーボーディストのオーディションを受け合格。モーリスはジェームスのサックスプレイに注目し、サックスプレイヤーとしてようやく日の目を浴び始める。アイズレーブラザーズやランディクルフォード等と共演した。ランディの北米ツアーで物価の高さと日東の不釣り合いさに音を上げ、 痩せそうなと口ったことから、ボニー・ジェームスとあだ名がついた。ボビー・コール・ドウェルのバックミュージシャンとしても活躍しており、彼のエンジニアをしていたポール・ブラウンにより見出され、彼プロデュースで1992年に、インディーズレーベル、スピンドルトップからボニー・ジェームスの名義で、ファーストアルバム、トラストを発売。マイナーレーベルのアルバムなのにもかかわらず、ビルボードコンテンポラリージャズ40位内にランクインし、 8位まで上昇、ラジオでも頻繁にオンエアされた。現在このアルバムはワーナーブラザースレコードより再発されている。ファーストアルバムの好成績により、ワーナーと契約、セカンドアルバムバックボーンが1994年に発売。3枚目のセダクションはビルボードで3位を、ラジオレコードナックチャートでは17週トップに止まった。 ゴールドディスクも獲得した。ボニースファンキークリスマスでは、かつての親元、ボビー・コールドウェルもゲストに呼んでおり、ビルボードで4位を取っている。1997年発表のスイートシングは、翌年にニューエディション版が出ている。2000年には、トランペッターのリック・ブラウンと共作で、アルバム、シェイク・イット・アップを発表。このアルバムで、ヒューマ・セケラのグレージン、 イン・ザ・グラスやスムーズジャズシーンでは珍しいだろう。ホレスシルバー作曲のファンキージャズのスタンダードソングフォーマイファーザーもカバーしている。フォープレイ参加のラブズライクザットも収録。2001年発表のアルバムライドは R&B 色が強めのアルバムとなっている。このアルバムまでポールブラウンがプロデュースしていたが2004年発表のピュアはジェームス自身が セルフプロデュースした作品である。2006年にワーナーから離れ、コンコードに遺跡、9月に社員を発売。2007年9月にはクリスマスアルバムとなるクリスマスプレゼントを発表。スイートシング以降、2004年のピュアまでの5枚すべてのアルバムが1位を勝ち取っている。ライドとピュアで2回グラミー賞にノミネートされている。2011年には、 バーブフォアキャストよりコンタクトを2013年にはコンコードに戻りザビートを発表。タイトル曲はマルコス・バーリーが作曲したボツカダのカバー曲となる。ありがとうございます。